平野翔の最新インスタ投稿がファンを魅了。新曲レコーディングの裏側とは平野翔がインスタで新曲のヒントを公開ファンが興奮した理由とは平野翔が i n がインスタグラムに投稿した最新のストーリーは彼のファンの間で瞬く間に話題となりました。写真は彼の顔のクローズアップで、そこにはレコーディングマイクという文字が添えられていました。 サングラスをかけて髪を引き上げた彼の姿は一段と際立ち、SNS は彼の話題で持ちきりになりました。この投稿はファンにとって新しい音楽が制作されているという期待感を膨らませるものでした。平野翔のファンはこの投稿に対して感謝と興奮のコメントを寄せました。く君ストーリー更新ありがとうレコーディングなのね。新曲かなというように、 ファンは彼の投稿を心待ちにしており、その一瞬を共有してくれたことに感謝しています。毎日ライブの準備とかで忙しいのに更新ありがとうレコーディング中の可愛さ元気なかったけど元気出たよといったコメントも見られ、ファンは彼の忙しさを理解しつつも、その一瞬がもたらす喜びを大切にしています。彼の影響力の大きさは SNS 上での反応からも明らかです。 平野翔が投稿する一つ一つが、ファンの日常に大きな影響を与えています。2024年6月13日私たちが大好きな仕草わかってるじゃん。これよ、これ翔くん。新曲かな思いに伏せる翔くんも i しいお疲れね。やっぱり間がないとツアーも難しいもんね。今は楽曲制作で忙しいみたいだね。針金が。支えるからすくすく育て楽しみに待ってるよ。といったコメントからも、ファンは彼の努力を理解し、 その成果を心待ちにしていることがわかります。さらに、それにしてもいつ何時も、平野翔だね、レコーディングしてても出来上がってるなんでそんなにバクイケなのは、あ、うくんかっこよ、レコーディングしてるのね。教えてくれてありがとう、それにしても可愛すぎるちょっとお疲れなのかなこういう自然なお顔めっちゃ好き新曲かなレコーディング頑張って、ね、うくんストーリーありがとう、レコーディング 素敵なお洋服着てる、翔くん忙しいのに、インスタストーリー、ありがとうお顔見られて嬉しいレコーディング、頑張って楽曲、楽しみに待ってるよ、可愛いレコーディング中なのね、忙しくしてるんだろうなと思ってたから、ストーリー嬉しいお疲れ様です、翔くんインスタに、ストーリーあげてくれて、ありがとう翔くん、かっこいい、というように、彼の見た目や、その一瞬を捉えた姿に対する称賛の声も多く寄せられました。 平野翔がレコーディングをしているという情報は、ファンにとって非常に重要です。新曲がリリースされるかもしれないという期待は、ファンの日常に彩りを添えます。おはようございます。今日は雨なのか月末だね。明日から6月だよ。翔君くんおは、陽気のおは。たくさんの写真、ありがとうどれもいいお顔で、ほっこりキャな写真も、ありがとう素敵今日も。幸せでいてね。今日は月1の会議で残業の日憂鬱だったけどこれ見てどこまでも。 残業できそうです翔くんってすごい私にとっての魔法使いタイミングいつもありがとうあなたのおかげで私はいつでも笑顔に戻れますレコーディングすっぴんで十分な破壊力メイクいらないてかすっぴんのがボディに来るというように彼の投稿が一日の活力源となっていることがわかります平野翔のストーリー更新はファンにとって一日の始まりを祝うものでもあります 彼の自然な姿や努力している姿を見て、ファンは自分の生活に元気をもらっています。翔くんってすごい私にとっての魔法使いというコメントが示すように、彼の存在はまるで魔法のようにファンの心を癒す力を持っています。また、彼の投稿がもたらす影響は、単なるエンターテイメントに止まりません。今日は月一の会議で残業の日憂鬱だったけどこれ見てどこまでも残業できそうです。というように、 仕事のストレスや日常の憂鬱を忘れさせてくれる瞬間を提供しています。ファンにとって彼の投稿はまるで心のオアシスであり、疲れた心をリフレッシュさせるものとなっています。このように平野翔のストーリー更新は多くの人々にとって大きな意味を持ちます。それはただの投稿ではなく、彼のファンにとって日常の支えであり、喜びであり、癒しの源であるのです。 彼の自然な笑顔や努力している姿は多くの人々にとってインスピレーションとなり元気を与える存在となっています。このような影響力を持つ平野翔ですが彼のストーリー更新がもたらすものはファンにとって単なる一瞬の喜びだけではありません。彼の投稿がもたらすのは日常の中での小さな奇跡のような瞬間でありその一瞬がファンの生活にどれだけの影響を与えているかを考えると その価値は計り知れません。彼の投稿がファンにとってどれほどの意味を持つのかを理解するには、ファンのコメントや反応を見ることが一番です。彼の投稿に対して寄せられる多くのコメントから、彼の存在がどれだけ多くの人々にとって重要であるかがわかります。彼のストーリー更新がもたらす喜びや期待、そして癒しは、多くのファンにとって日常の中での大きな支えとなっているのです。そして、 彼の投稿がもたらすものは、ファンにとっての一日の始まりを祝うものであり、その一瞬がファンの生活にどれだけの影響を与えているかを考えると、その価値は計り知れません。平野章のストーリー更新がもたらす喜びや期待、そして癒しは、多くのファンにとって日常の中での大きな支えとなっているのです。彼の存在が多くのファンにとってどれだけ大切であるかを考えると、 彼のストーリー更新がもたらす影響の大きさは計り知れません。彼の投稿がもたらすのは日常の中での小さな奇跡のような瞬間であり、その一瞬がファンの生活にどれだけの影響を与えているかを考えると、その価値は計り知れません。このように、平野章のストーリー更新は多くの人々にとって大きな意味を持ちます。それはただの投稿ではなく、彼のファンにとって日常の支えであり、喜びであり、 癒しの源であるのです。彼の自然な笑顔や努力している姿は多くの人々にとってインスピレーションとなり元気を与える存在となっています。彼の投稿がもたらす影響の大きさはファンにとっての一日の始まりを祝うものであり、その一瞬がファンの生活にどれだけの影響を与えているかを考えるとその価値は計り知れません。平野章のストーリー更新がもたらす喜びや期待、 そして癒しは多くのファンにとって日常の中での大きな支えとなっているのです。このように平野章のストーリー更新は多くの人々にとって大きな意味を持ちます。それはただの投稿ではなく彼のファンにとって日常の支えであり、喜びであり、癒しの源であるのです。彼の自然な笑顔や努力している姿は多くの人々にとってインスピレーションとなり、元気を与える存在となっています。